リケット茶帝。ジャパニーズティーガーデンはゴールデンゲートパークの中でも人気の場所である。ジャパニーズティーガーデンはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコにある日本庭園。ゴールデンゲートパークの一部を構成する。1894年に開かれた国際博覧会の際に造園され、公共の日本庭園としては米国で最も長い歴史を持つ。 およそ2万平方メートルの敷地には、池や建築物、多くの小径や橋が配置され、日本や中国の植物が植えられている。この庭園は、日本茶庭園、日本茶園、日本庭園などの名で紹介されることもある。池と小立ちの間に、日本的な建築物が並ぶ1894年、前年に行われたシカゴ万国博覧会に倣い、ゴールデンゲートパークを会場として、 カリフォルニア冬季国際博覧会が開催された。この博覧会のための一時的なアトラクションとして作られたものがこの庭園の起源である。その際、日本から宮大工の中谷新七が招聘され、中谷は資材を投げ打って最高級の資材を調達し、サンフランシスコへ輸送した。庭市には後にメキシコシティにジャカランダナミキを作ったことなどで知られる。 松本達五郎がいた。博覧会での好評で、北南米の富裕層に日本庭園が流行し、松本もペルーやメキシコの富豪に招かれて庭づくに従事、その後定住して造園業で成功した。博覧会の終了後、サンフランシスコで料理店を一時経営していた、日本人移民の萩原誠はゴールデンゲートパークの設計者、運営者であるジョン・マクラーレンに対し、 この庭園を高級的な公園の一部にするよう提案した。当時アメリカで異国情緒あふれる日本庭園に料亭や茶店を加えた施設が公表を得ており、萩原もそうした事業展開を考えてのことであり、庭園内の茶屋で煎茶と瓦せんべいを提供した。1895年から1925年まで、萩原は庭園の公的な管理人を務め、庭園を運営した。 萩原は庭園のために今日庭園の名物となっている金魚や千本以上の桜をはじめとする様々な動植物を日本から取り寄せた。萩原のもと庭師たちは庭園の拡充、整備に取り組み現在の景観を作り上げていった。園内にある五十棟は1915年のサンフランシスコ万国博覧会において日本から送られた資材で建設された。 展示物を移築したものである。1925年に萩原誠が没した後も、その家族は園内に暮らし、庭園の維持、運営に従事していた。しかし、第二次世界大戦における日米海戦後の1942年、大統領令9066号によって、萩原家の人々は他の日系人と共に収容所に移転させられた。ジャパニーズティーガーデンも、 オリエンタルティーガーデンに改名された。園内のティーハウスの運営も、萩原家から中国人の手に渡ったが増援された。桜井はまた、庭園の正面部分の改修を行っている。約4トンの平和の灯籠が日本から寄贈されたのもこの時である。サンフランシスコ講和条約を記念した、この灯籠は日本の子供の募金によって賄われたもので、 未来の世代の友好を象徴する意味が込められている。フォーチュンクッキー、フォーチュンクッキーを参照。萩原誠はこの庭園を訪れた客に言葉を記した紙を入れたせんべいを提供して好評を博した。このせんべいはサンフランシスコの和菓子店、勉強堂が焼いたものであった。今日、フォーチュンクッキーとして知られるせんべいの形状や発想は、 日本の辻浦せんべいに遡ることができる。萩原ほか日本人経営のレストランでも出し始め、その後中国人経営の店にも広まった。カルフォルニア州の中華街でこれを知ったアメリカ人によって全米の中華レストランに広まった。萩原誠の子孫たちは日本のせんべいをアメリカに紹介し、フォーチュンクッキーとして広めた功績を萩原誠に返している。 この見方に従えば、この庭園は北米におけるフォーチュンクッキーの発祥の地ということになる。ありがとうございます。